シャモア級通報艦は、フランス海軍が第一次世界大戦前に建造した通報艦で、同海軍では二等通報艦に類別していた。本級はフランスが世界中に持っていた植民地や保護国を警備するために建造された艦級である。通報艦とは二通りあり、一つは艦隊に付随して敵艦隊の情報を艦隊に通信する艦隊通報艦が主流であったが、 その役割は艦隊の前衛たる駆逐艦が担うこととなり、もう一つは本国から海外領土や植民地への回路を警備し、現地での権益と治安を保護するための活動を行う植民地通報艦があり、イギリス海軍ではスループがその役割を担っていたが、フランス海軍では独自に通報艦として整備し続けていた。 本級は、総会能力を持つ日東通報官として1935年度計画で1隻、1936年度計画で4隻、1937年度計画で8隻の、計13隻が建造、収益した。写真は、ガゼル。本級の船体形状は、全級とは異なりしのげなみ性を考慮した、船首楼型とした。船首楼高段に環境と、 簡素な短脚式の全部マストが設けられた。船体中央部に一本煙突が立つが、煙突の周りは関西艇置き場となっており、上部構造物後部の原則の2本1組のボートダビットが片元1機ずつ、軽2機により運用された。煙突の後方の後部見張り台をき部として、短脚式の後部マストが立ち、船体後部の居住区の上に主武層が配置された。 設計時は1892年型 10cm 炭素速射砲1基もしくは 9cm 連装広角砲1基が配置された。後に自由フランス軍時代にはイギリス海軍の 10.2cm 連装広角砲が搭載された艦もあった。艦備看板上には総海軍が設置された。ありがとうございます。